今日何の話かもう分かっとんな。こないださ、はい、みんなで行ったじゃん。この前なんかあの時言っとったよ。何言った？責任者やりたいです。このリーシュも呼んで話さなかった。もう本当にやるの厳しいぞ。一個言わせてほしい。お前のせいだからいけないみたいな感じじゃん。めっちゃうざいか。今度次回翔、リュウジ、3人で面談動画ね。はい、ちょっとここから YouTube 動きますよ。近っ、立っとんの？立っとるけど、めっちゃ近い、口ぐらいから始まった。おい、ジェリー、2人も男のスタッフおるけど、全然つかないスタッフばっかな。携帯いじっとる。え、違う、これボイスメモ取ってくれてる。一応、ボイスメモ。そんなメモ取らんねえんだよ。じゃあ、ミオがお願いした。だって近づけてもらうの？これそうそうそう、ずっと俺、ね、あの画面に映らんぐらいで、マイクで。やっぱ逃げられる。今、ショウ。今日何の話かもう分かっとんな。こないださ、はい、みんなで行ったじゃん、ホテル。はい、ここの店。あれ、動画したっけ？あれ、動画撮ってないな。あの時は撮ってないです。で、健太郎がやらかしたっていう動画撮れたから。そう。この前なんか、あの時言ってたよ。マジか、タコで。語りましたよ。語ってたんだ。何言った？お前知っとる？ちょっと多分押すぎたわけじゃないでしょ。そう、すぐに。いや、その時いないもん。何言った？責任者やりたいです。あ？責任者やりたいです。いや、ショーと、堀川翔と辻隆二が、寺が抜けて、まあ、ちょっと保留みたいな。保留だけど、まあ、2人で一応、手分けしてやれよ、みたいな。はいはい。で、前の動画で見たけど、隆二は絶対現場抜けさせるよって。TikTok オンリーになっちゃうから、あいつ。TikTok から視聴者になっちゃうから、ね、あの投稿しない TikTok かで、なんかそういう話から、まあ、酒飲んどって、あんまり足場も数字が悪いとかそういう話だったんか。そうです、誰かな。やっぱ責任者いるなって、誰か一人が頭で責任を負う人もいるなって、どっちに怒っていいかもわからんもんなみたいな話をしちゃったんだな。そうだよ、いいか。まあ俺がやるぞ。痛い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 。マジで生きるんだろ。ねえ、めっちゃ生きる。大体俺よりできんだろ。めっちゃ生きったかもしれない。あれだっけ、あれやる。カロスお前だしな。格好つけてたわ。今日なんかちょっと、スタッフめちゃめちゃ多いからな。なんでそっちが…すごい、こっち側3人から撮ってるから、ね、2人に対して。恥ずかしいわ。恥ずかしいとかあるんだ。いや、恥ずかしい。お前慣れとるけど、お前もっと緊張するよな。はい。でどういう話にしたんだ。まあ、とりあえずは今営業との問題があるんで、それを解決して、まあ、やってみるかって。営業との問題は半分ネタみたいなのもあるから、まあ、聞き取りもあれやっとるんですか。進んどる話か。ちょっと皆さんが忙しいから全然取れないですけど、やってみるか。でもそうよ、まあ、リーシュも呼んで話さなかった。本当にやるから厳しいぞ。そういう意味でテラスよかったな。数字って何だよ。こうやって煽るスタイル。俺煽ったら煽ってるスタイル。怒んないけど煽ってるスタイル。煽ったら やったるぞみたいになるかも。そうそうそう、みんなそうじゃん。怒られてもやらんけど、自分の社員であれも5枚ぐらい怒らんとやらんの。お前も怒らんとやらん。違う。いやマジでお前の覚悟はどれどれぐらい覚悟なの。今でもお前だってさ、休憩もないみたいな感じだろ。私にもね。次はあと、あ、もう一個あるよ、見て。お前飲み誘っても俺が誘っても絶対断るよ。え？違う、それ。お前、昨日かその前ぐらい、そうだな、見て。はい。で、俺が誘っても、まあまあ断るよ。いや、違うんですよ。あ？マジやガチで知ったよ。ちょっと待ってください。言い訳がある。ダメだよ。で、社長誘ってくるとき、本当になんか、松田君と暴力行くとか。でも飲んどるで今から来いよとかあるし、俺ってそれって言ってさ、特別な人間しかになっちゃう。テラとか、はい、じゃあリュウジにそんなに言うかとか、たまには言うやっぱリュウジをリュウジでいいからしな。だけど、俺みたいな人間を育てたんだけど、リュウジみたいな先に私が、あいつはしっかりしたお兄ちゃんみたいな、でちゃんときちっと働ける、あのサラリーマンとか会社員の最上級者、はい、でも経営者って言うと、はい、もうリーダーの経営者ってわけ。それがお前のお店とは、俺断ったもん。俺電話吐きしたからもう靴履いてた。お前片足で出かけとった。もう行きますの時、行きますって言ってたから。はい、よし、行きます、行きます。
あ、それもう電話って言ったら誘われてもなくても靴履いちゃってるみたいな。あ、もう当たり前だよ。このままにとって。俺運転しとった。逮捕だわもう。車ブワーブワー言うんだ。逮捕だわもう。逮捕だわもう。だけどそれぐらいの覚悟なんて経営者とか、だからこういう風に見えるもんで、やっぱ一般の人とか見てこの人アホやなとかなるけど、でも建設業ってそうじゃん、可愛がってもらうからし、だからそのバーイってやっぱ言ってもらったから仕事もあった。いや今は一般の方とやってるけど、そこになるまでにやっぱ会社の体力とかね、お金があってこそ一般の方とやれたらなるんだ。だけどまあまあもう3年ちゃんぐらいだよ。そんなまあまあ断ってるよ。お前通るもんね。意味知らないもん、誘われてるんだって。それぞれにさりげなく断るね。そうなんですよ、ね、違う違う。最近でテラもそうだ。1個言わせてほしい。お前のせいだから行けないみたいな感じじゃん。あ？なんか断ってる理由は俺じゃなくて、でもそうだろ、怒られるんだよ。じゃあ女のためとかじゃなくて、なんか怒られてるんだよ。めっちゃうざいか。でもそうだろ、なんかいちいち怒らしちゃう。分かるでしょ、男ってそうじゃん。揉め事あんまり違うじゃん。そうっすね。もうなんか煮込んでなみたいな、たまたガタガタ言われてんで、どこの身に行くのって、いやどこか知らんしみたいな、で行ってまたキャバクラ行くんでしょって、それも知らんしみたいな。なんかそういうのがあるよ、男には。この顔、この顔。それに関しては、違うわ。なんで？いや飲みに行くことに起こしてるわけじゃないもん。何を起こすの？またそれヘリクツなの？違う違う違う。もうお酒入るともうやばいやん、この人。そう、まあ、分かるよ。そう。そう、まあでも男はそれだから経営者になれるっていうか、まあ、ちょっと特殊体質じゃないね、みんなね。それを肯定してるわけじゃないけど。うざーい。そうですよね。誰がお前、それでも経営者じゃないから。あの、それには責任も乗っかってくるから、責任も果たす数字もつくって。いや、それあんだけやってる、みんなで動いとる。だけどお前、ただ筆打つとだけ飲んどる。喋りやすい人たちだけ飲んどる。これちゃうね。あ、これ頑張って、あ、社長とかに呼ばれたらすぐ行くんだ。あ、そうなんだ。ああ、なんか問題が起きたって翔くんと行くんだ。これ偉いなと思った。何があったかも詳しく知らんけど。あ、なんかがあったら、そこに立つな。井村翔って営業の本社の責任者と、足場の責任者が飲むってことは何かがあって、二人で飲んでるわけでしょ、多分。まあ、たまに。でもそれって俺は偉いなって思う。じゃあ俺もそうじゃん。じゃあ女とだけ毎日酒飲んどって。いや、お前俺。もうちょっとこっちっち、危ないな。俺は経営者だもんね、毎日酒飲んどんだ。こっち面積で、どっちかっていうとこいつが音ちっちゃいで、俺は結構でかいおしゃべり。今日も来てたわ。あ？声が小さい。声が小さいよ。誰が？コメントで、パンタとショウは声が小さいって。こっからですよ。残念。経営者だったら声でかくなった。リーダー太郎だ。テラもでかいだろ。いや、そうでもないです。そんなことないって、でかいよな。なんか瀬谷君もでかいイメージ。セアさんは全部がでかいもん。まあだけどやれるか。でそういう覚悟もでしょ。今回のゲームそうです。まあ俺はだって、あ、誰もなんか命張ってるやついないなと思ったの。今日の動画ね。足場班も営業もどっちかが問題提起しんと、お互いに言い合わんと、ただ単になんか俺がこうやって足場班となんかあんまうまくいってないらしいじゃん。営業とうまくいってないらしいやん。いやでもあいつらもこういうなんすよーみたいな。もうなんか子供や。中学生と変わらない。それをもがいてしまう。話が止まっちゃってるでしょ。心配でしょ。僕も不安っす。やっぱり。不安？不安です。いや、こちらこそ。でも、その、なんていうの、現場抜けていってるんですよね。それは自由。まあ、つけて。人間は正直、まあ、忙しい時と暇の時があるで、あれだけど、まあ、テラもその辺は上手にやってるし、その辺はしっかりしてたし。すいません。アップロード出しますか。数字ですね。まあ、不安はある。数字の不安。何の不安？みんなが俺のこと聞いてくれるかな、聞いてきてくれるかな。それはもうイメージがある。ちゃんと俺についてきてくれる。まあ、それが一番大事だな、まずは。そしたら数字は後でついてきてると思う。どうしていくか。でも俺多分、まあ、あんまり俺前、今数字話してるのは、新築とかやったじゃん。それなりに考えて今やっとるじゃん。数字は後でついてくるかなと思って、まあ焦ってはないんだけど。やってみるか。もうちょっと飲んだ席とは言えられないけど、
言葉で考えない。でも言葉にすると、あ、なんか案外できるかな。やっぱ俺一人で考えるの。何て言ったけど。やらせてもらえるんだったらやっぱ来年から。まあ、今は準備期間じゃないけど。キリがいい。来年年始から。リュウジとの関係、でも話し合ってからかな。前もなんかリュウジあんま言えんだろう。むっちゃ言え。いや、言えよ。結構どういうことですか。詰め所とかで喋っとってもなんかうまくてるよ。でもそういうことリュウジがもうこんなゴージャーな。また言ってるわけ。いや、お互い言わないですよ、やっぱり。ああ。でも、一回揉めたの。だから俺、手だから。リュウジは揉めるんだよ。はい。そこはもう一回仲良くしろよって言っても、あ、ヘラか、ヘラもリュウジのことだよ。俺が間入って酒飲んで、まあ仲良くしろよってやったけど、結局なんかあんまりもたっとしても長いんだもん。まあまあ、難しいよな。めっちゃいいか。そう。でも結果年があったらすぐ下ろすよ。それは、はい。決めるか、視聴者の皆さん。これちょっとマジで動画にしたらまずいぐらいやばい話だな。そんなまずい話。いや、本当遊びじゃないもんな。そうですね、それは。こんな何千万でしょう。な、何億だ。な、芝半だけど。そういうのだって、リピート 5% でしょ。すごい、狭ちゃうな。で、次じゃあもう、リュウジと3人対談しようか。リュウジがそれ納得するのか。はい、だけど、もう俺はもう、俺も決めたら、リュウジが納得しとこないでしょ。俺が決める。じゃあ、もう、いや。だけど、それだ、リュウジには俺はこう思ってるって伝える。まあ、一応話は違う。俺はもう、全員にと。責任者河合くんが、なんか翔がよく言うじゃん。みんな集まってみんなで話し合う。なんで話し合うの？お前がやりたいんやれよ。でもそうじゃん。経営者が先頭を切ってみんなこういうのが全部見えてないじゃん。だからもう俺だって YouTube やるけど全員反対したわけじゃん。だけどもう自分がもうこれが絶対あっとる。絶対にこっちに俺が行くって決めたらもうやっつけしかない。逆にそれができんのは、許しそうなんだ。だから責任者が違う。みんながこっちに行こう。絶対に言うしかない。そうすると数字なんか絶対出んよ。思うよ。はい。そしたら皆さん、今度次回、翔、リュウジ、3人で面談動画ね。カメラがあったらリュウジをどうかもしれない。いや、あいつカメラは案外すかすね。案外じゃない、結構で。結構キャラ作るでな、あいつは。まあ、ちゃんと話し合って決めていこうと思いますので、ぜひ、チャンネル登録、いいね。よろしくお願いします。お願いします。あとは足場の買い取りと、はい、実習生また無料で相談できますので、適技能実習生の相談と、あとは飲み会、まあ、これ一番大事ですけど、はい、あの飲み会の登録していただいたら、またあの、まあ、飲み会だけじゃなく、イベントですね、ゴルフとか、うん、コンペとか、うん、足場の飛び職に集まるとか、うん、そういう全部の案内が登録してくれて、まあ、そこに案内が行くだけだよね。そう、参加不参加を押してもらうメールが、うん、そう届きます。その時じゃあショーと俺で女の子をガンダム、はい、お願いします。ショーさん足骨折させる。足骨折させていけんようにする。車椅子で行く。車椅子も取り上げ。これが活躍できるよ。チャック開いたらいつもですね。チャック全体壊れた。チャック全体壊れたんです。やばいじゃん。みんなで押さえとる。ちょっとこれ動くな。じゃあこれは営業がまた反対するかもしれないでしょ。社長なんでリーズさんじゃないですか。リーズ受けいいや、マジで営業とか、ね、マジで。で俺は賞を立てたいと思って、マジでぶっちゃけね。だけどこういうことだよな、大事なの。テラも出なきゃ嫌われたじゃん最初で。俺はケツ吹かない。まあ、言い方悪いけどジムとか営業もなんでリーチさんじゃないの。なんでテラミスなんですかね。なったの。だからやるしかないじゃん。まあやりましょう。はい、はい、ちょっとここから YouTube 動きますよ。またちょっと楽しみにしておいてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。せーの、またみねー。